数のストレートメトロフ、アキレス腱型ですね、をやっていきます。これはね、ボトムからも仕掛けられますし、トップの選手も、下の選手にシングルエクスをやられたときに、仕掛けられる。どちらもね、イーブンな攻防ですね。で、まずボトムから入っていきますね。どういうのがシングルエクス、まあ、どのような形でもいいんですけども、足を入れて、腰骨にやる。もう片方の足は、もも裏ですね。で、この時に、この太もも、まあ、イメージとして足の付け根を腰骨と足の甲へ挟む。で、シングルエックスに限らずなんですけども、このね、上の足、下の足、落とされやすくなるのが、お尻が沈んでる時ですね。シングルエックスは特に初めのキープの段階では、こう、ヒップアップして、こう、お尻を持ち上げます。これによって、上の足、下の足、どちらも落とされにくくなります。一度これで落としてもらっていいですか。これでどちらも解除されやすくなります。フックフック、お尻を上げることによって相手が、ね、落ちにくい足が形成できますね。で、ここから後ろに倒して、まあ結構フィジカル差があったりすると上に立ってる相手でも決めたりすることはできると思うんですけども、基本的には相手を寝かした方が決めるチャンスは多くなるので相手を倒していきます。足を抱えて、で、お尻上げて、こちら最後にブリッジするような形で倒していきます。で、よくあるミスではないんですけども、初めからラペルを拘束してしまう。同意の場合ラペルが使えるので、拘束してしまうと、自分のね、ラペルによってブリッジの力が弱くなっちゃうので、相手を倒す段階ではまだラペルは効かなくていいですね。で、ブリッジで倒していきます。こちら最後に、こうですね。で、ここで相手が倒れてから、ラペルをフィードしていきます。まあ、手前側でもいいんですが、おすすめは奥側ですね。で、この状態で、おでこを床につけるような状態を作って、で最後、お尻を突き出していきます。もう一度いきますね。まずシングルエックス。はじめ、抱えたときは、ベルトラインの手を添えておいてください。すぐさま、足の裏、かかとと足の甲で、相手の太ももの付け根を挟んでお尻を上げます。これができたら、肩の方向にさらにブリッジ。で、ここでラペルをフィードしてきて、おでこをつけながら、形を作ったら最後お尻を突き出して決めていきます。次でトップポジションですね。シングルエクス入られて、膝立ちになってるとこれはできないので、必ず立ってる状態のシングルエクスですね。で、こちら最後、外側の足を狙っていきます。で、まず、右足側から説明していきますね。最終的な形として、右足はこの相手の狙っていく足の内ももにこのようなフックを作っていく形ですね。で、それを作るために、こちらの足が邪魔になっていきます。こちらの足はこの多分、チームレックス側の足にしっかり絡められているか、逆足の膝裏を、ね、こうフックされたりするというコントロールがあると思うんですけども、こちらにしろ、まずね、このすねのラインを止めますね。すねのラインを止めたら、ここで、こっちは外さなくていいです。ステップバックします。ステップバックをしたら、すぐさま膝を差し入れてください。で、こちらを抱えながら、浅くでいいです。抱えながら倒れていきます。で、この時注意点は、こっちの外に出てる足が巻き込まれないように少し開いていきますね。相手の下敷きにならないように少し開きながら、で最終的に自分の足の裏が相手に当たるようにします。で、足を抱えてますね。で、この足がこの膝のね、すね、膝の関節より外側に出てます。太ももをこれで押さえている形ですね。まあ、このような形はサンボとかでよく見られる形なんですけども、上の足が太もも重しになってますね。で、これをすることができたら、まあ、ラペルもしくは手のクラッチで大丈夫です。決め方は下から決めるときと一緒ですね。おでこをつきながら腰を突き上げていくと決まっていきます。で、この時このお腹を蹴っている、相手の体を蹴っている足もフットスタンプですね、踏み台にするとより強くお尻を突き出せるので効果的ですね。これのいいところは、この足に重しになっているので、
相手が、ね、逃げないですよね。あの通常のストレートフットロック、まあ、例えばコンバットベースから、ね、入っていくようなストレートフットロックは、まあ、失敗してしまうと相手が、ね、トップポジションに来てしまう、スイープされてしまうっていうのもあるんですけども、このシングル X から入る、トップから入っていくストレートフットロックに関してはこの足抜けないので立ち上がるんですか、これで相手が立ち上がるのを防ぐことができます。なのでもし決まらなくても、まあ、リカバリーするチャンスっていうのがあるので、これは非常に使い勝手がいいわけですね。作られた上の足を止めて、まあ、もちろんこちらもカットになっていくんですが、ステップバックしたらすぐさま膝を入れる、でこちらサイド足を抱えたら横に倒れていきます。この時に足の裏が相手のお腹に当たるようにしますね。倒れることができたら胴着クラッチもしくは手のクラッチを作って、でおでこをつけます。おでこをつけてお尻を突き出していきますね。足も相手を蹴る、決めていきます。いやー、今日のテクニック動画も勉強になりましたね。勉強になったという方はいいねのボタンをよろしくお願いいたします。チャンネル登録もポチッとお願いいたしますよ。